フランチェスコ・フェデーリ、通称、マジョットは、イタリアの画家である。歴史画、風俗画を描き、ベネツィア美術アカデミーの教授、校長を務めた。ベネツィアに生まれた。父親のドメニコ・フェデーリは、ジョバンニ・バッティスタ・ピアッツェッタの弟子として知られる画家で、父親の通称のマジョットを引き継ぎ、フランチェスコ・マジョットと呼ばれる。父親の画風を引き継ぎ、ピアッツェッタや、ジャンバッティスタ・ピットに、 ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、フランチェスコ・ツッカレリといったベネツヤアの画家たちから影響を受けた。当時人気のあった風俗画の画家、ピエトロ・ロンギのスタイルの風俗画を描くこともあったが、風刺的ではなかったとされる。1771年にベネツヤア美術アカデミーの教授となり、1790年に校長になった。この時期にアカデミーで学んだ学生には、 ラッタンツオケレナヤカルロベビラクア、ナターレスキアボーに、フランチェスコアイエツラがいる。フランス革命後の1796年に、ベネツィアの美術品の美術品の監督官を務めた。マジョットの作品は、ジョバンニ・ボルパトのような版画家によって版画にされ、出版された。ありがとうございます。